らっしゃいましたね。お会いしたかったです。待ちくたびれたんじゃないかですか。いいえ、ちょっぴり寂しい思いはしましたけど。落ち着かなきゃ。せっかく会えたんじゃない。このチャンスを逃してはダメよ。ゲーム、一番優しいものを選んでおきました。何しろ初めてですからね。覚えていらっしゃいますか。私たちが初めて傭兵団を立ち上げて活動していた頃の物語。ブラウンダスト、ご存知なのですね。本当に神ゲーです。バッチリ覚えてらっしゃるんですね。さあ、それではゲームを始めましょう。ご説明はお任せあれ。それが私のお仕事ですから。あら？あの人見た？傭兵かな？ま、傭兵にしちゃいい顔してるじゃない。傭兵です。まだひよっこですが。猫探し、配達、警護、どんな依頼でも構いませんよ。あらあら、そういえばこの間イヤリングをなくしたのよね。団長様、私たちがなぜここを訪れたのか覚えていないんですか。最強の傭兵団になるためだったか。そのためにまずは仲間を増やそうって話をしたじゃないですか。おっと、隊長は些細なことは気にすんなって。レディのお相手はこのカーソン様に任せな。さて、美しいレディ、なくしたものは俺が必ず見つけて差し上げ。ふざけないで。一体何時代から来たの。顔がダメなら口を閉じてればいいのに。はあ、どうして俺だけこんな扱いなんだ。俺と隊長のどこが違うって言うんだよ。それはもちろん顔ですかね。はあ、俺の顔が何だってんだよ。この顔ならそこそこイケてるだろうが。怒らないでください。それにそんなうぬぼれてるところも団長とは大違いです。お前ビビリの癖して言いたいことはズバッと言いやがって。それこそがリディアを仲間にした理由さ。さあ、エリーンがまた怒る前に出発しよう。目的地はこの町の酒場だったな。いい仲間との出会いを期待するとしよう。もう、どうか今度こそは常識人の仲間が見つかりますように。
仲間を集めようとしてここに来たの？いい判断ね。この酒場には全大陸の傭兵が訪れるから。間違いはなかったようだな。ロクサンナさんですよね。有名な情報商人だと伺っています。あら、私のことを知っているだなんて。有能な副官なのね。当然だ。エリンは俺、いや、俺たちの自慢の副官だ。団長様。でもあなたたちは神聖傭兵団よね。依頼実績もなく、戦力も未知数。果たしてそんな傭兵団に入ろうとする人はいるかしら。ふっ、これから共に過ごす仲間なら目を合わせただけで本音が伝わるってもんだ。実力なら自信がある。なんなら試してもらってもいい。その自信満々な姿勢気に入ったわ。実のところ傭兵みたいな危険な仕事はやめて私の元で働かないかって誘いたいけど。いいわ。じゃあ一つ依頼を頼むとしましょう。最近商店街を荒らしている泥棒を捕まえる仕事よ。泥棒ですか？危険な人ですか？危険ではないわ。怪我人もいないし、盗むもののほとんどが安物だし。ただのコソ泥じゃないか。その程度簡単だぜ。依頼を解決すればあなたたちに興味を持つ傭兵が出てくるはずよ。どうかしら。機会をくれてありがとう。失望はさせない。さてと、カーソン、リリア、最初の依頼だ。まず泥棒の目的を把握しないとな。商人たちに聞き込みをしてみよう。この日を待ち望んでいたぜ。最近商店街に現れる泥棒について聞きたいんだが。なんだお前は。イライラさせる顔だな。傭兵だ。泥棒を捕まえに来た。傭兵？この程度のことで傭兵を雇うつもりはないぞ。ここは忘れて他の仕事でも当たったらどうだ。話を聞いてくれるだけでもいいんだが。おい隊長、男同士の会話なら俺に任せてくれ。おいおっさん、俺たちは泥棒を捕まえて実力を証明したいだけなんだよ。お前と他の奴らは確かに新米傭兵の顔をしている。それなら絶対にダメだ。新参者の傭兵なんぞに仕事を頼んだら商店街の顔に泥を塗ることになっちまう。分かったか。そこで突っ立ってると商売の邪魔だからどいてくれ。簡単にはいきませんね。ごめんなさい。私がもう少し頼もしい顔だったら信じてくれたかもしれないのに。厳しいなおっさん。そんな厳しいことばっか言ってると髪の毛が抜けちまうぞ。なんだと？ハゲちまうってことだよ。ったく、うちの親父も怒ってばっかりだったから結局。あの、カーソン、もうやめた方がいいんじゃないですか？なんだって？俺は間違ったこと言ってねえぞ。今は大丈夫でも、後でどうなるかなんてわからんものさ。
そうじゃなくて、あの人が。お前は絶対言っちゃならんことを言った。傭兵だろうが何だろうが、今すぐここでその少年を叩き直してやる。うわ、なんだこのおっさん、いきなり何をしやがる。カーソンが何かするといつもこうなります。行くぜ。行きます。あー、はあ、信じてくれたおかげです。けっ、思ったより実力がある奴らだな。団長様、私やりました。そうだな、俺も君ならできると思っていた。お役に立てて光栄です。おいエリー、あいつも隊長に惚れちまったんだな。知っています。でもリディアは私たちの傭兵団に進んで入ってくれた大切な仲間ですし。待ってください、あいつもってどういうことですか。まさか隠してるつもりだったのか。隊長のそばにいる時のお前、どんな顔してるか教えてやろうか。ん？俺がどうしたって？カーソン。スキアリ、おじさん油断したね。ダメだ。本物の髪の毛みたいだね。じゃ、またね。カツラだったのかよ。あの子がロクサンナが言っていた小僧か。俺のカツラ、いくらしたと思ってるんだ。捕まえに行った方がいいんじゃないですか。逃げる前に動くか。急ごう。Thank you.
ではここは行き止まりじゃなかったのに。ふん、泥棒猫が逃げたところでそう遠くには行けないだろう。でもとても逃げ足が早かったですね。かなりすばしっこい子でしたよ。物を落としながら逃げていなかったらそのまま逃がすところだった。追いかけてこられないようにわざとそうしたのに。頭はあんまり良くなさそうだな。母さんにそう言われるなんてかわいそう。おい、どういう意味だよ。しょうがないな。みんな悪いけどそこをどいてもらうよ。そうしないと私の矢が痛いところに刺さっちゃうかもね。雰囲気が変わりました。どうやらただの子供ではなさそうだな。気をつけろ。行くぜ。やっぱり俺様だぜ。捕まっちゃった。途中から入ってきた奴らも全部追っ払った。もう終わりだぜ、おちびちゃん。子供扱いしないでくれる。私はおちびちゃんじゃなくてリジーっていうの。だが、泥棒であることには変わりはない。それはそうだけど、仕方がなかったの。旅の途中でお金がなくなっちゃって。でも最初は働こうって思ったの。でも子供だからって誰も仕事をくれなかったの。弓の腕だけは自信があるのに。確かに年の割にはすごい腕前でした。カーソンが困り果てていたくらいですから。ふふん、そうさ。俺を困らせるほどならすげえ実力と言ってもいい。私はどうなるの。牢屋行き。もしかして奴隷として売り飛ばすつもり。そうすれば報酬はもらえるだろうな。傭兵団の財政にも一役買うだろう。だがもっといい方法があるぞ。それはお前が俺たちの傭兵団に入ることだ。お前はちゃんと働けるようになるし、俺たちは腕のいい弓兵を得ることになる。一本の矢で二匹のウサギを捕まえるということさ。どうだ？本当？私はいいよ。団長様、あの子は罪を犯しているので、すぐに雇うとなるといろいろな問題が。エリーン、ダメか？あ、いえ、よく考えてみたら大丈夫だと思います。ロクサンナさんに話してみましょう。
あの方なら何とかしてくれるかもしれません。さすがエリーンだ。信じていたよ。団長様のためなら。本当にそれでいいのか？団長様のご判断なら私も賛成です。お兄ちゃん、お姉ちゃんたち、よろしくね。そう、これがあなたの選択なのね。合格よ。あなたたちが可能性を秘めた傭兵団ということは認めるわ。大丈夫なんですか？商人の方々に今までに盗まれた商品の代金を弁償しないと。そんな必要はないわ。実際に盗まれたものは一つもないのだから。盗んだものはいつも返してたんだよ。さっきのカツラもおじさんのそばに戻しておいたよ。いつの間に。よかった。だがこれからはそんないたずらはやめるんだぞ。そうなっちゃうと腕がなまっちゃうよ。心配はいらない。実力を発揮する機会はきっとあるはずだ。同感よ。ちょうどあなたたちに話したいこともあったしね。最近商店街で一人の傭兵がいろいろと手伝ってくれているみたい。魔物を捕まえたり仕事を手伝ってくれたりしてね。だけど最近は。ごめんなさい、これは知らない方がいいかもしれないわね。確かなのは、その傭兵が仲間を探しているってことよ。もしかすると、あなたたちの役に立つかもしれないわ。なんだそれ。もうちょっと詳しい情報はないのか？例えば、その傭兵の人相とかよ。私の情報はとても貴重なの。これでも十分すぎるサービスなのよ。仲間を探している強い傭兵がいるということはいい知らせだかな。情報が足りなさすぎます。それよりも、ロクサンナが隠したメモが気になる。なぜ内容を話すのをためらったんだろうか。メモの内容が気になるの？私が手に入れてこようか？泥棒はダメだって、さっき団長様が話したばかりですよ。いや、あえてメモを見せびらかしたのも、実はロクサンナが試しているのかもしれない。頼む、理事。心配いらないよ。絶対バレないようにするから。そうね。そうね。私には見えなかったです。リジーの手は本当に早いですね。えへへ、これくらいなんてことないよ。団長様、何と書いてありますか？どうもこれは新聞記事のようだな。たった一人によってロッテルダム市場の食肉消費量が爆増か。たった
人のせいで？そんなこと可能なんですか？丈夫な胃腸なら俺も負けないぜ。もしこれが例の傭兵と関係があるとすれば、どこに行けばいいかは分かった。我々が行くべき場所はつまり肉屋に行ってみないと。そうですね。食肉の需要が爆増したのならお肉屋さんに行けば事情がわかるかもしれませんね。場所は私が知ってます。訪れる前に町の地図は把握しましたから。さすがエリーンだ。準備できているならすぐに出発しよう。はは、俺たちはいつも準備万端だぜ。そうだろリディア。はい、準備はできています。肉をもっと持ってこーい。ベアトリスさん、悪いけど肉はもうなくなったよ。なんだって。肉がないと元気が出ないんだぞ。私がいなきゃ誰が魔物を倒すってんだ。そう言われてもないものはないんだよ。あんたが全部食べちゃったから隣の村から買ってこなきゃいけない。まさかあの人が例の傭兵？待てよ。この辺の店で肉料理がすげえうまいところがあるって聞いてるんだが。ああ、その店の店員がこの私よ。見ての通り材料がなくなったから営業は終了よ。おいおい、これって完全に悪党だろ。ようやく分かった。六三男は俺たちにあのジャジャウマを懲らしめて欲しかったんだ。ああ、そういうことなんだ。多分違うと思いますけど。そこのジャジャウマ、これ以上暴れるのは俺たちが許さねえぞ。おい、ジャジャウマだって。間抜けな顔をしているくせに私に向かってジャジャ馬だと。よーく聞け。私の名前はベアトリスだ。なんだと？この高貴で勇猛な顔を間抜けだなんて侮辱するってことはやっぱり悪党だな。団長様、喧嘩になりそうです。止めなくても大丈夫なんですか？いや、これでいい。くそ、話が通じない奴らだな。それなら武器で会話するしかねえな。あの二人、相性が良さそうですね。戦うの？私も手伝うよ。
ダンストで発射。はぁ、行くぜ。これくらい大したことはないな。思ってたよりも強いな。煮るなり焼くなり好きにしろ。これでよくわかっただろ、ジャジャウマ。そこまでだ、カーソン。この人は敵じゃない。え、なんだって？肉をすべて食べてしまったのは本当のようだが、商人たちは彼女を助けようとしていた。そこまで悪い傭兵ではないということだ。だろ？そうよ、イケメン団長さん。ベアトリスさんはうちの店でよく手伝ってくれた。正直言って、お肉を食べ過ぎてしまうということはあるけど、そろそろ迷惑だっていう話も聞くし。そんな、ひどい。今まで仕事を手伝った対価として肉をもらっていたのか？そうだ、金は荷物になるだけだからな。すぐに食べられる肉の方がいいだろう。想像していたよりもずっとバカだったな。お前だけは私が死んでも地獄に道連れにしてやるからな。なんですか。あの音は。待て、これが何の音か知っているのか。止めなきゃいけなかったのに、お前らのせいだぞ。クソ、遊んでる暇はない。うん、俺たちも行こう。え、団長様、置いていかないでください。あれは、爆弾を背負った骸骨？おお、歩き回る骸骨なんて初めて見たよ。アンデッド、どうしてあんな奴が市場にいるんだ。私が追っていた奴だ。このまま放置していると危ないぞ。市場みたいな人が多い場所で爆弾が爆発なんてしたら大変なことになるぞ。聞きたいことが山ほどあるが、今はそんな暇はなさそうだな。あれ、お前たち、もしかして手伝ってくれるのか？ふん、団長が決めたんならしょうがねえ。従うだけだぜ。ウィグル？ ウィグル？ ウィグル！ 怒らせちゃったみたい。これ以上刺激するのはまずい。爆弾が爆発するかもしれない。あの爆弾を止めるにはやはりカーソンの盾しかないな。おい、ちょっと待ってくれ。まさか俺にあの爆弾を防げっていうのか？いくら俺の盾が硬くても、あんなにでかい爆弾まで耐えることはできないぞ。男のくせに口数が多いな。なんだと？うわぁ！ういくる。すさまじい力だ。六三奈が強い傭兵と評価するのも納得だ。このくらいなんでもないさ。あれ、なんか
増えたような匂いが。まさか導火線に火がついたんじゃ。ウィークルー爆発するぞ。カーソン様のお出ましだ。行くぜ。ウィークル。このアンデッドまで擁護するってのか。ちょっと待ってください、ベアトリスさん。何か事情を知っているんですか。そうだな、ここまで来たらお前たちにも知る権利があるだろう。お前たちもしかして七魔星という存在について知っているか。七魔星。六魔星なら聞いたことがあるが、七魔星は初めて聞くな。そういうこともあるさ、奴は偽装の天才だって話だからな。七魔星、呪われた七番目の星、この世を混乱に陥れる存在。私は奴を追いかけてここまで来たんだ。その七魔星って人、捕まえればいいものがもらえるの？途方もない量の肉。あ、いや、懸賞金がかかっているらしいんだが。それは問題じゃないんだ。見ての通り、奴は目的のためならアンデッドでさえ利用するんだ。早く奴を打ち倒さないと、世界中に災いが降りかかるだろう。その懸賞金の額っておいくらなのか聞いてもいいですか。お、これくらいだって聞いてるけど。そんな金額、生まれて初めて聞いたよ。そいつさえ捕まえれば、俺の鎧と武器は全部新調できそうだな。折れた槍も修理して、外出着も買って。でもやっぱり私一人では力不足だった。力も仲間ももっと必要だった。
それで市場の人たちを助けて、肉もたっぷり食べながら力を蓄えていたのさ。偶然だな。こちらも仲間を探していた。君のような人材なら申し分ない。俺たちと一緒にやってみるのはどうだ。本当に？確かにお前たちは信じるに値するな。武器を交えたからわかる。よし、私についてこい。七魔星が隠れているところに案内してやるよ。こちらにおじいさんが一人いらっしゃいます。なんだって？この辺には七魔星がいるんだ。ここにいたら危ない。おじいさん、ここにいると危ないですよ。若者よ、わしの耳はよく聞こえなくてな。今なんて言ったんだ？七魔星という危険な人が近くに。おい、そんな小さい声で聞こえるのか？おい、じいさん、ここに七魔星という悪党がいるんだってよ。危ないから早く逃げときな。七…なんだって？七魔星だよ、七魔星。知らないのか？懸賞金が山ほどかかった。七魔星？若者たちよ、七魔星、七魔星と言ったか。その名、まこと久しぶりに聞くのは。まさかあのおじいさんが？しまった、七魔星が変装に長けていることを忘れていた。お前らどうやってここに入ってきたんだ？罠か。戦うしかなさそうだ。くそ、よぼよぼのじいさんに変装するなんて卑怯だぞ。おじいちゃんをいるの？迷うな。あいつは本当の姿を隠した悪党なんだ。ウィグル。お前いつからついてきてたんだ？もしかして助けた恩を返そうとしているのか？ウィグル。そうか、よし、みんなで力を合わせて奴を倒すぞ。行くぜ。
ゴー。はぁ、はぁ、発射。行くぜ。ウィグルウィグル。いけて、死ぬ。勝った。やっと七魔星を倒したぞ。傭兵団発足と同時にこんな大物を倒すとは、さすが俺様だぜ。出て、腰が。どう考えても不自然だ。この人からは邪悪な気配が全くしないぞ。本当にあなたが七魔星なのですか？七魔星だな。ロッテルダム市まで7番目に年を取っているのがこのわしじゃ。そうだ、お前ら老人に攻撃を加えるなんて。ここは父が気楽に休めるよう用意した場所なんだぞ。そこに押しかけてきて攻撃するなんて正気なのか。ベアトリス、待ってくれ。じゃあ七魔星の噂は、もしかして七魔星って。七魔星は市場の皆が星のように長く生きるようにとくれた大切な二つ名じゃ。私はそんなつもりじゃ。わかった。ベアトリスさん、この後すっごく怒られるんだよね。どうか穏便に済みますように。そんな、スタートから傭兵団の評判が。痛った、腰が。運動をしすぎたわい。父さん、大丈夫か？すぐにでも奴らに治療費を出させないと。そういうんじゃないんじゃ。どれどれ。はい、これはなんて感覚じゃ。これが整骨というやつか。父さん、最近腰が折れたかのように痛いってずっと言ってなかったか？それがじゃな、運動をたくさんしたらこのように一発で治ってしまったわい。そうなのか。何がどうなってるんだ？今だ、全員撤退。目的地は637の酒場。ウイグル。どうやら礼を言わなきゃいかんようだな。あれ、あいつらどこに消えちまったんだ。
そう、パーフェクト。言葉は不要のマスターピースですわ。やっぱり創造の神様は私の味方なんだから。これでここまですごすごと逃げてきたの？どうしましょう。最悪の場合、ギルドから傭兵団の解散命令が出されるかも。やっと居場所を見つけたのに、さよならなの？やだよ。心配しないで。この程度のことなら、私が十分仲裁できるわ。結果的に村に被害を及ぼしたアンデッドを倒すこともできたしね。倒したっていうより仲間になったって感じですけど。ウイグル！というか七魔星じゃなけりゃ一体誰がこいつを連れてきたんだ？私にもわからないんだ。近くにアンデッドを操る悪い奴がいるとは聞いてたんだけど。ちょうど関係のある依頼を用意しておいたわ。今度は少し真面目な仕事だからね。違法アンデッドを連れ込む傭兵団の調査か。良さそうだな。待ってくれ。ところで依頼の報酬額がゼロと書いてある気がするんだが。何か問題でも？あら、まさかこんな騒ぎを起こしておいて
ただで済むと思っていたのかしら。わかった、依頼を受けよう。契約成立ね。さあ行ってらっしゃい、新生傭兵団。最初から借金を抱えるだなんて、そんな。やっぱり私の記憶とはちょっぴり違いますね。その、私はあんな風に団長様にすがったり嫉妬したりしませんからね。それでいかがでしたか？あまり難しくはありませんでしたよね。もしかしてすぐ終わっちゃって名残惜しいですか？お望みでしたらいつでもまたプレイできますよ。まだ会話を交わしていない人も探せていないものもたくさんあるでしょうしね。では次のおすすめはこのシリーズです。さっきプレイしたカセットの11年前の物語ですね。団長様とこのカセットをプレイするのをとても楽しみにしていたんですよ。一緒にやってくれますよね。